もどうも。宇宙を股にかけて皆さんにお届けする素敵な商品の数々。スペースネット田畑ショッピングチャンネルのお時間です。さーて本日ご紹介する商品は、M マスターズオートマテック LCD のご紹介です。さあ皆さん、LCD はご存知ですね。スペースエンジニア界の伝言版、誰もがとりあえず設置してみるけど、文字しか書けなくてイライラするあの、テレビモニターもときの謎の板のことです。できる機能といったら文字を書いたり、誰も使わないであろう標識を作ったり、とりあえず敷き詰めて試験放送ごっこをするくらいが関の山の、世界の亀山もびっくりの低性能。今日はそんな残念 LCD パネルを、誰でもお手軽簡単に、劇的お役立ちアイテムに強制クラスチェンジする。そんな商品のご紹介。M マスターズ、オートマティック LCD なんです。これを使えば、残念だった LCD パネルに、様々な情報をリアルタイムに映せてしまうという驚きの商品。いつも使いたい時には枯渇してる、鉱石の残り数量を表示させたり、うっかりぶつけて壊れた箇所がないか確認したり、今月の電気代もリアルタイムでモニターできて、奥様も安心。いやー、これのおかげで肩こりが軽くなった気がしますよ。もう手放せません。老眼でインベントリー画面の文字が見えなくってねー。これなら、フォントも大きくできるし。それではここ導入の方法の紹介です。メモの準備はよろしいですか。まず、Steam のワークショップで、M マスターズオートマティック LCD2 を探します。似たものがたくさんあるので、正確に検索しましょう。見事探し当てたら、今すぐサブスクライブ。次にご自宅にプログラマブルブロックを設置します。こちら、面倒なモッドの導入は必要ございません。当スペースエンジニア独自の技術で、C シャープ言語で書いたプログラムをこのプログラマブルブロック内で実行することができるのです。設置したプログラムブロックのコントロールパネルを開き、エディットボタンを押して、ブラウズスクリプトを押して、オートマティック LCD を選択。コピープエディッターを激しくプッシュすると、コードが読み込まれるので、チェックコードを押してチェック。完了したら戻ってラン。これで完了。あとはあなたが使うだけ。早速ゴミ箱に眠ってた LCD パネルを、あなたの家の壁にビルトン。コントロールパネルで名前の中に LCD を追記してやると、あなたの腐った LCD が、壮麗なオートマティック LCD に大変身。あとはそれぞれの LCD の、カスタムボタンで出てくる画面に、お望みの命令を書き込むだけ。超エキサイティング。書き込めるコマンドは、今数えたら50顧客もあって超お得。本家解説ページは動画説明欄に載せとくから、こんな動画見てないで今すぐ飛べ。スマホと Google 翻訳を駆使してエンジョイだ。ダウンロードコンテンツの透過型 LCD や、コックピット内のモニタにも適用できるから、ダサダサトラックもインスタ映え間違いなし。あなたのセンス一つでレイアウトも自由自在。モニターを2枚繋げて表示したり、車両の現在地を表示したり、機内のシステムの稼働状況を見てニヤニヤできます。なお、スペースエンジニア公式の、ダウンロードコンテンツには、透過型 LCD と相性抜群の、小型専用オープンコックピットも入ってる。有料だけど、安いから買え。さらに今から30分以内のご連絡に限り、なんと、チャンネル中堅のチャンネル登録が無料。さあ、あなたもこのオートマティック LCD で、最高のスペースエンジニアライフを送りましょう。ご用命は今すぐレーザーアンテナでどうぞ。それではまたどこかでお会いしましょう。